どうもカクテル田中です。以前の動画でですね、バーテンダー故障技能認定試験を、今度受けたいですっていう風に言ったと思うんですけれども、実は先日その試験を受けてきました。それでですね、今日はその結果が届きましたので、今から開けてみたいと思います。その試験受けた感想としてはですね、もちろんちゃんと何ヶ月間かの本で勉強したんですけれども、問題用紙開けてびっくり、結構難しくてですね、いろんなこうね、カクテルとかその、お酒に関するですね、人物とかがこう出てくるんですけど、誰この人みたいな、結構そんな載ってたっけみたいなのが結構ありましてですね、感覚としては、あ、落ちたかなみたいな、あ、これ無理だなみたいな感じだったんですけども、とりあえず開けます。おー、そう、合格です。うわー、もう絶対落ちたと思ったんですけど、よかったー。いや実はこれ結構受験料っていうんですか、それちょっとお金もかかってるんですよ。だからもうね、落ちたなー、もっとね、勉強しておけばよかったなーってずっと思ってたんですけど、よかった。これ点数がどうとかなんとかっていうのは書いてないですけど、とりあえず合格です。さあ、果たして今回の動画の中で私は何回結構と言ったでしょうか。はい、言い過ぎました。次回もお楽しみに。